こんにちは、あずさと申します。長崎から参りました。長崎は鄭成功のお母さんの出身の場所です。今台湾に4年間住んでいます。台湾で日本語教師として働いています。ワンちゃんが大好きなので今2匹の保護犬と一緒に暮らしています。おはよう台湾という名でインスタグラムと YouTube をしておりまして、インスタグラムではワンちゃんと行ける場所やレストランなどを投稿しておりますので、ぜひ皆さんご覧ください。まず6年7年前に父と初めて台湾に来たのが、台湾を大好きになったきっかけなんですけど、まず私が台湾に来る前に父がもう台湾大好きって言ってて、でも台湾に来たことがないから、母からあなた英語が話せるし、せっかくだったら、ね、お父さんを台湾に連れて行ってあげてって言われたのがきっかけで、2人で初めて台湾に来ました。でそこで多分5日間ぐらい台湾を旅行したんですけど、いろんなところに行って優しい方にたくさん出会いました。で、それで私はこの国素敵だな、私もここに住んでみたいなと思うようになりました。でもその時は人はとても優しいけど食べ物がちょっと苦手だなと思っていて、それをどう解決しようかと思って、その後一人で20日間台湾に旅行に来ました。でそこで多分お腹が空いたら嫌いなものでも食べられるようになるかなと思って、八角が入った食べ物とかコンビニのチャーエータンとかを食べて克服しました。それでもうこれで台湾に住むことはできるなと思いました。で台湾に住むなら仕事が必要だなと思って、私ができる仕事を日本語教師という仕事を見つけました。で実は私は言語を勉強するのが大好きで、台湾に来たら中国語を絶対勉強したいと思ってたんですけど、日本語教師をするのが初めてで、その仕事とその勉強に追われて最初から中国語を勉強することができませんでした。でいつか仕事が落ち着いたら勉強したいなって思ってたんですけど、それがだんだんもう仕事っていう理由をつけちゃって、今まで至って中国語は話せない状況です。実は私は以前外国に何年か住んでいた経験もあったり、大学が国際的な大学っていうこともあって、自分なりには他の日本人とちょっと考え方が違うのかな、もっと自分の意見がちゃんと言えるのかなって実際は思ってたんですけど、台湾に来てまだ私の考え方は日本人だなって思うことが多々ありました。台湾の方は気を使ってくださるってるとは思うんですけど、自分の意見もはっきり言ってくださるし、すごく分かりやすいなと思いました。その反面日本人は相手に空気を読んでほしいというような感じが実は私は嫌だったんですけど、やっぱり私もそういう性格なんだなっていうのに台湾に来て気づきました。台湾の食べ物を克服したとは言っても、実はやっぱり来たばかりの時は苦手なものもまだたくさんありました。例えば夜市は大好きですけど、夜市でよく食べられるシェンスジーであったりマーヨージーであったり、あんまり日本では食べないような味が少し苦手でした。だから自分から進んで食べようとは全然思いませんでした。でも今もう4年間台湾に住むと、もうマーヨージーが食べたくてしょうがない
日々が続いてます。なので夜はよく万葉寺、そして千寿寺もいつも食べてます。台湾の好きなところは主に2つあって、まず1つ目は台湾の方は臨機応変に動けてるなっていうふうに思います。まあよく言うと臨機応変、悪く言うと適当ではあるんですけど、日本人と比べると日本人はルールに縛られて動いているような感じがしますが、台湾の方々はその場に合わせた行動がすごくできていて、私も台湾の方々のように臨機応変な人間に本当になりたいなと思うようになりました。例えば私が道で困ってる時に、台湾の方々は一人だけじゃなくていろんな方が集まって助けてくれたりするし、なんか道を聞いたら教えるだけじゃなくてそこまで案内してくれる人たちもいるし、でびっくりしたのが、果物屋さんに行って私がお財布を忘れた時にマンゴーを半分切って食べさせてくれたりしました。まあこの優しさも大好きですけど、まあ、日本にはこんな、ね、考え方はないのかなっていうふうに思いました。で2つ目が、私はワンちゃんが大好きなんですけど、台湾はペットにとても優しい国だと思います。殺処分もないですし、ワンちゃんたちが道で歩いているのも人々は普通に受け入れています。多分ダメだとは思うんですけど、コンビニにワンちゃんがいるのもよく見かけますし、私の家の近くではスーパーにワンちゃんを連れてきてる方もいます。そのぐらい人と動物がの関係が近いかなというふうに思います。日本だったら、ああ動物はちょっと臭いからとか毛がつくからアレルギーが出ちゃうからというような理由で、まあ、レストランでもダメだったり乗り物にも簡単に乗せれないところが多いかなと思うんですけど、台湾にはそれがないと思います。で台湾では女性として生活する上でとても楽だなっていうふうに感じました。例えば女性は1ヶ月に1回生理がありますけど、まあその生理っていうのを隠さず生きていけるなっていうふうに思いました。ある日、まあ私が日本語学校で仕事をしている時に学生が休憩中に生理用のナプキンを出して、あ今からちょっとトイレ行ってくると男の子の前で言ってるのを見て、わあこれは日本ではできないなっていうふうに思いました。でその時に男の子は、あ大丈夫、温かいものを飲んでねとか、なんか小豆の食べ物を食べてねっていうふうな気遣いをしてて、あ日本ではそういうことを言ってくれる男性はあんまりいないんじゃないかなっていうふうに思いました。それがとてもいいことだと思います。で逆に、まあ、女性としてではないんですけど、まあ、台湾にはきれいなトイレも もちろんありますけど、あんまりトイレットペーパーがないトイレもあるので、そこは日本と比べて不便かな、トイレットペーパーが流せないのは少し不便かなっていうのも思いますが、もう4年も経つともう慣れちゃったので大丈夫です。私は特に仕事以外で日本の方と関わることはそんなにないんですけど、まあ仕事では日本人がたくさん いはするんですけど、やっぱりちょっと日本に住んでる日本人の方々とは考え方が違う日本人が多いので、仕事上でもそんな上下関係を気にしながら働かないといけない環境もありませんし、まあ、ちょっと食べ物食べながら働いてもいいし、楽しく働ける環境はすごく私は好きですね。で、そして日本人として台湾で生活するのはすごく便利だと思います。まあ日本からとても近い国っていうこともあると思うんですけど、日本のものが他の国と比べてたくさんあります。スーパーも日本のスーパーがありますし、まあ、デパートも日本系列のデパートが多いので、そこで日本の材料を揃えることも簡単です。そして台湾の方は日本語を話せる方が多いので、他の国と比べて
簡単にその中国語を勉強しなくてもコミュニケーションが取りやすいなっていうふうには思ってます。台湾は暑いところなのでまあしょうがないと思うんですけど、ちょっとゴキブリがもう道を歩いてるのは受け入れられないなっていうふうには思います。あとレストランの清潔さ、これは最初来た時はすごく受け入れられなかったですけど、もうまあ大丈夫になってきました。だからこれ受け入れられるんであれば、他の清潔感がない場所でもまあやっていけるのかな、まあ逆に日本が綺麗すぎたのかなっていうふうにも少し思います。台湾に来てまあ一番感じたのは、人間って平等なんだなっていうふうに思いました。なんか日本にいた時は上下関係とかまあ先輩後輩、まあ、年齢の関係で気を使いながら話さないといけない関係も、台湾では子供がおばあちゃんたちに普通に友達のように話してたりするのを見て、私もその生活がいいなと思いました。で、人間だけではなく動物も平等に近く扱っているのもいいと思ったので、私は今その生活に馴染んでいってる途中です。